めっちゃ久々にショールームでしたですごめんなさい、めっちゃ久々ですね。みんなは何してたの間に。なんかさ、ちょっとカレー食べに行きました、ありがとう、嬉しかった。そう、私はねカレーとか、そうツアーとかありましたね。ツアー、いいな。そう、今日さ公園でゆきりんさん、いいな、そうだよね、今日ゆきりんさんの日、そう出たかった、今日見てゆきりんさんがさ、ゆーピンクのさ新作いただきました、ゆきりんさんから、かわいいの、いつも使ってるやつ。ん、そうなんかいろいろあってよく分かってない。そうリップオイル、そう全然売り切れててさ、なくて、マジでさ、チワッス、そう、リップオイルいっぱいもらいました。いけますか恥ずなんかさ、マジでこの価格可愛くない、もっとさ上からやりたかった。しかもさ、なんかさ今日さ、なんかなんていうの、棒みたいなのが壊れて、マジでショック。ショック。ショックマン。お、そう、大阪。大阪だ。そう、仙台はさ、そう、仙台のこと。仙台ね、仙台は楽しかったです仙台もどうでした、皆さん瀬戸利、そうめっちゃ仙台行く人みたいになってる。私前回のシングルの握手会も仙台で、何でしたっけそうツアーも仙台で、今回のシングルも仙台なの。よかった？よかった、それだったら大阪も最高で、大阪どうだろう、大阪どうですかね、どんな感じなんだろう、わかんない。ユニットね、確かにあれは仙台限定ユニットだったらしくて、私何した、あ、ごめんね、好きになっちゃってしました。ユニット変わるからすごいね、楽しみだね、何だろうね、大阪の翌日公演、そうなの、大阪、でもティフ見に行きたかったティフ行きたかった。だからみんなさ昼と夜さ4日あるからさ、ティフ行って劇場っていう最高ムーブしない？劇場に行って、あ、ティフに行って劇場行くっていうムーブ
神ムーブしましょうよ。え、いいな。夜。え、それな、大阪テフ劇場。マジで、すご。確かにツアーから握手会のムーブもいいね。日曜しっかり外れた？5日も出ます。5日も出ます。4日で当たらなかったら5日出ます。またすぐ次も出ます。だから、当たって。でも8月しか今の劇場さ、ね、行けないから。そう、5日19期ちゃんたちが全員いたかな。そう、たくさん出るの。でもたくさん当ててください。お願いします。お仕事もねあります。え、8日から夏休み、おめでとう。あ、マレーシアからありがとうございます。え、野菜のアクスター、ありがとう。私もあるよ。あ、今ないわ。あるよ、私も。劇場どうなるんですかね。どんな感じになるかわかんない。明日おすすめのテレビ番組ありますか。え、全然ねあれなんですけど、クリームなんたらっていう番組が明日あるらしくて、11時55分からあるので、まあ誰が出るとか全然知らないんですけど、クリームなんたらなんか面白いらしいのでぜひ見てみてください。全然誰が出るとか知らないんですけど、でも結構面白いらしくて。そうそうそう、あ、そう、予告見ました。あの動画めっちゃ可愛かったですよね、あの子。え、爪痕残してますか。それ言われたら、いや、わかんない。え、わかんない、マジで。もう、いや、恥ずかしい、なんかさ、え、普通に恥ずかしいから、なんか、あ、 AKB の研究生らしい。あ、そうなんだ、研究生なんだ。可愛かったよね、あの子。え、もずくさ、え、みんな見た？でんでん電波、あのちゃんの。ぜひまだ見てない方は TVer で見てみてください。あのね、マジでもずく飲めんのよ、本当に。3秒で飲めるから、私マジで、マジで本当にマジで飲めるから。え、本当に飲めるよ。え、マジでも、マジで飲める。なんで今度対戦しましょう。なんで、まあいろいろ出演してるんで、ぜひバレて、あ、違う違う、バレてじゃない、あのあれ、キッチンカー大作戦も多分ね、まだ、え、でも来週なのかな、わかんないけど、あの出るぽいぽいんで、ぜひね。めっちゃさ暑いのにさ、彼さ買いに来てくれた方もいて嬉しかったです。あ、そうなの、早く売り切れた、よかった。え、宣伝ツアーの写真にかすみの可愛さをたくさん、ありがとうございます。あの、ぜひ他のところでもね、可愛さを広めてください。お願いします。名古屋にカレー売りに来てください。行かせてください。そう、カレーってなんなん、ほんまにカレーだよね、カレー、カレー、
カレーね、もう何が正しいかよくわかんないんですけど、もう私が言ったことが正しいんで言い過ぎ言い過ぎ、それは言い過ぎ。福岡にもぜひ売りに行かせてください。そう、あ、浅草、浅草あ、ハートありがとうございます。私この世で一番嬉しいギフトハートやから。マレーシアに来る機会があったらどうなる、でもマレーシアって何があるんだろう、わかんない。何があるんですかね、わかんないです。ナシゴレーチャーハンみたいなやつか、マレーシア暑そう、確かに。ちょっと待って、私さこれさ見るの苦手やねん。あ、ごめんなさい、見逃してた。ゆうたさん、なんかなんだこれ、アイスみたいなタワー、すいません、ありがとうございます。タワー大好きですありがとうございます。すいません、タワーとかもう本当にハートでいいです。そう、私今日も自分の一発ルームに星投げました。そう、てか何がもうなんかいろいろあってわかんないんですけど、でもなんか毎日が最近楽しいですね。ちょっとなので、みんなどうですか最近、みんなどう、なんかさ最近握手会とかないからさ、なんか近況を聞けることがないんですけど、かすみんのおかげで幸せ、よかった。仙台で握手したの夢だった、どういうこと、夢じゃないよ、現実だよ。あ、18期公演8月できるかな、できたらいいんですけど。工藤かすみのおかげで生きれてるよかった、私もだよ。お、こんにちは。ボクター中澄ちゃん見るには上手下手ですか、どっちだろう、下手かな、どっちだろう、どっちですか。ツアーのために生きてる、じゃあ私も頑張ります。あ、握手会あったねでもなんかさ、私さグループ握手会ってなんかさ、なんか絶対さ自分の推しじゃないのにさ、マジで申し訳なくない、なんか何喋ればいいんだろうってなる。しかもさ5秒とかじゃんあれ、もうあーみたいな、なんかこんにちはで終わっちゃうだからでもその絶対にさ、もう交わることのない人とかとさ会話できたりするからさ楽しいよね。あれリリーベ楽しかった、ありがとう。オタクするために生きてる、よかったよくないかみんなが頑張れ、
そう、みんなが頑張ればそれは18期公演できますよね。12日の祝日18期公演やってくれね。えやってほしいね。私も下手だって、みんな下手に来てね。え、私下手多くない？ただれんも下手なのかな。え、わかんない、どっちなんだろう。え、仙台に会ったからカレー来てくれたの、ありがとう、嬉しい。確かにね、もう私よりさ絶対何ファンの方の方がさ大変だよね、話題。え、ぜひ握手会で気になったよって方も来てね。ちょっと宣伝しとこう。ただれんは違いますよ。本当？下手めっちゃ来た。握手会行きます、待ってます。そこみら、そこみらとか誰恋とかってどうなんですかね。かすみさんの握手会行ったら好きになっちゃそう。ぜひ好きになってください。あ、誰恋は下手っぽいですね。そこみら神ってどうですかね。まあ、どっちも 見るよ。どっちも見るよ。そこみら土線てか全部土線に来てね。確かにそこみらどうだろう、なんかめっちゃ斜めじゃない、大丈夫。まあいっか。そこみらかすみまだ見れてない。ぜひ見てください。そこみらしたじゃん、いいな。いや、そこみら出たかったな。負けないね。もうマジでみんな暑さに負けないでね。ほんまにさ暑すぎてさ、もうダメよな、ほんまに。地球マジで10年後生きてないと思う、ごめん。あ、のんちゃんが公園でペアにして、あ、のんかす見た見た。てかサウナ行きたい、整いたいわ。え、みんな10年後も生きる？できるか。サウナ好きよ。出張公演ないでしょ。そう、なんかそう出張公演もあるよね。おう、大分の祭りってあんず飴ない、あんず飴ないの？え、ないよ。てかあんず飴は食べようと思わないよ。ティフ暑そうだから4日の僕隊も応募した。ティフ暑いのがいいんじゃん、フェスとかって。マジで暑すぎるか、さすがに。でもいいな、ティフ行く人。ティフ行ったことあるよ。なんかフラワー行ったこともあるし、何でしたっけ、フラワー去年出演させていただいたんですよ。ドールファクトリーかな、え、わかんない、忘れたけど。ティフ行くの？劇場には来ないの？劇場には来ないんだ。
仕事か、それはしょうがない。じゃあ5日来ないんだ。5日来ないんだ。ガンレーンも出るよね。マジで見たいんだけど。かすみの T シャツ何ですか ?18 期のやつ。ドボンの T シャツ。かわいいしょ。夢見が作ってくれた。作ってくれたっていうかデザインしてくれた。これを着てます。普通に。そうなの、18期のドボン T シャツかわいいでしょ。今日のチーク好きです。ありがとうございます。ドボン、ドボンもします。かすみん最近本当にかわいい。ありがとうございます。最近だけか。浴衣かすみ可愛かった。ありがとうございます。浴衣ね、着る機会ってさもうないから。なくはないか。でももうさ着ないよね。なんかそういう機会がないと。握手会とかさ、あの何ですか、ああいう一発ルームとかじゃないと。だからね、てか花火大会もさ、お祭りてかさ、あのさなんていうの、なんかさ大分ぐらいのさお祭りないの。大分ぐらいのお祭りもうさ人多すぎてさ行く気にならない。この前もそのキッチンカー大作戦の後に隅田川の花火大会あったじゃないですか。だからそれに行こうかなって思ったんですけど、マジで暑くて人多いし、でもやめとこうと思って、なんでちょっと大分ぐらいのお祭り。ちょっと暑いかなぐらいのお祭りないですかね。もうやから行きたくなさすぎて、いやなんか普通に屋台が したい、食べたい、食べたいんだ。帰郷ね、します。わかんない、予定ないです。埼玉、上野公園とかね。神田の行こうかな、神田のお祭り。イカ焼き、握手会のキッチンカー、え、なんだろうね、来週、え、いつか、8月か、10日か。イカ焼き食べたい、ほんまに。イカ焼き、イカ焼きもいいですよ。大分の花火、え、大分の花火あるの？あるよ。ちょっとなめてない？ちょっとなめてない、それはありますよ。え、キャンプ行きたい。イカ焼き女子好きです。ありがとうございます。大分のお店は何が美味しい？唐揚げ、中津唐揚げです。中津唐揚げ。キャンプしたいね。え、キャンプ、え、でも意外と、え、あと魚釣りしたい、ほんまに。マジで魚釣りしたい。あの企画とかでいいんで、マジで魚釣りしたいです。お願いします。大分来てよ。
大分いいよ。鳥天もいいっすよね。鳥天も最高です。ザビエルいいよ。ザビエル、わお、魚釣りね、あるあるんだ。え、確かに。めちゃみかわいい、ありがとうございます。琉球丼も美味しいです。昔大分行って雪降って、そう、意外にもね、大分も雪降るんですよ。でも本当に少ないですよ。何釣るの？ヤマメ。ヤマメを釣ります。オタク釣りしてなさい、みんなも釣っちゃうよ。私なんかさ、釣ってくださいとかさ、握手会でさ言われるんだけど、無理。釣られたいです、お願いします。ぜひ、みんな待ってるよ。え、なんかさ、え、急に釣られ、え、なんかさ、釣ってくださいって言われたらさ、無理じゃない？みんなならなんて釣る？てか、なんて釣ってほしいの？みんな。ちょっと参考にさせてください。え、言われるよ、なんかさ、あの、え、釣ってくださいみたいな。釣ってもらって、かすみちゃんのこと好きになりたいんで、ちょっと釣ってもらっていいですかみたいな。とか、なんか、めっちゃ試されるの。なんか、あの、何？ちょっと迷ってて、今。なんか、迷っててちょっと好きになろうか迷ってて、あのちょっと迷ってるんで釣ってくださいみたいな。なんなのそれマジで。え、本当にいるからね、マジで。全然だからさ、あの困る、なんて釣ればいいの。ぜひぜひ押してください。釣らせてくださいって何？何釣らせてください？名札つけていいよ。ね、なんかメンバーの握手にさ行ってみたい。でも、あ、私覚えることは得意なんで、ぜひみんな迷ってる方いたら来てください。覚えるよ、みんなのこと。ほんまに覚える。握手会なんか行っても緊張しちゃうんだけど、どうすればいい？緊張がかわいい。ぜひ緊張してて。かすみ、私握力強いくないよ。7ぐらい。7。そう、一番手小さいの。え、ほんまになのやねん。方言でお話ししてって言ったら怒りますか？怒らないです。てか、でも大分ってそんなに方言ないんですよね。そう、
そんなに方言なくて普通なんですよ。だからね、ごめんなさい、全然方言で喋ってって言われても出ないかも。そう、カレーかカレーぐらい。そう、ジョイフルの話とかしてくださったら嬉しいです。え、関西弁、え、関西ね、なんでだろうね。ぜひ気になる方は握手会来てください。なんで関西弁なのか。ナフコ時は九州や。いちごです。なんで関西弁かはぜひ、あの、握手会に来てくださいめっちゃさ宣伝するやん。や、そう、ジョイフルってどこにでもあるらしい。九州だけかと思ってた。そう、どこにでもあるの。え、探してみて、絶対あるよ。置いた。かすみんはスポーツ見たりしますか？見るよ、オリンピックとか見てるよ今。トライアル？わ、聞いたことある。カスミンの MBTI？ そう、 ESFP っていう、なんかもともとエンターテイナーみたいなやつだったんですけど、 ISFP になりました。みんなそう、愛に、なんか内向的、あ、何でしたっけ、外向的から内向的になりました。そう、 ISFP 相性どうですか皆さんとの。そう、内向的になった。相性悪いですか皆さんと。え、同じ、嬉しい。それは、え、2番目か、マジか。まあね、まあでも、あえ、待って、ちょっと手に書いて、なんだろう、ISFJ、 ISFP。 カスミンの握手行ってみたいんですけど、行ってもいいですか、ぜひエンターテイナーになったけど認めてないので、そのうちやり直すね。なんか俺よくわかんない、でもなんかさ、質問の意図がよくわかんない時あるの。なんか意味がわかんない時ある、本当に。 BMI、 え、私 BMI のどうなんだろう、測ったことないや。私 ISFP って愛の中の陽キャだよ。よかったかも握手会で隣のレーンから見たら、あ、可愛すぎてびっくり。じゃあぜひありがとうございます。見てるよ隣のレーンも BMW は好き、好きだよ。
隣のレーンに並んでるのバレてないですよね。バレてバレですよ。えね、意外にも見えますよね。先輩が出てる舞台と感激し、え、そう、誘われた時っていうか、なんか行けるよっていう時は行きますね、時間があれば。そう、舞台とか結構好きだから。他のレーンってめちゃくちゃ気になる。なんだ、何バレる、え、なんだっけ、え、なんだっけ、今の質問なんだっけ。っあ、気になるかどうか。気になるかな。え、どういう気になる。それは福岡ライブ当選したから行くよ、待ってます。福岡のユニットは何なんでしょう。DD は嫌いですか？全然嫌いではないですよ。ナンバの曲何が好き？なんやろ。お前が。だってだって花で描いた。麦市ね、いいね。ジッパーもいいね。ね、麦市どうなんですかね。ユリイカいいですね。ユリイカ、ユリイカがいい。私のジッパーとか需要ないでしょ。イビサガール やりましたね。イビサガール絶滅いいですね。これが黒髪少女。北川賢治は北川賢治。青春のラップタイムいいですね。押し飯いいですね。押し飯も大阪の何になるんだろう。でも言っちゃいそう、マジで、マジで言っちゃいそうだからマジでやだ。全然歌っちゃうもん私、普通に嫌です。痛くないです。ワルキー、カスキーですか。カスキー、カスキー、え、延長路線いいね。道頓堀、カスキー、え、ハートのくせにいいですね。カスキー、え、カスキーどうですか。私上腕二頭筋鍛えますよ。上腕二頭筋鍛えたんでマジでバック持ちますよ全然。かドリアン少年いいですね。ごめんなさい逆でした。え、じゃあみんなさ、私のためにさ上腕二頭筋鍛えてくれるんですか。ありがとう、鍛えてくれるんだ。バッグ持ってね。
っちゃ斜めなんやけど大丈夫そう。おーいいね。なのでぜひ楽しみにしててください。さ、君と僕のボールスターさ、こうやってさ、こう私たちがこうやってやってる時にさ、サイリウム上げてほしい。ぜひ大阪来る方はやってください。あ、サイリウム持たないオタク全然大丈夫です。それはそれでじゃ振りコピーしてください。ポールスターいい曲だよね。なんか好き。普通にメロディーとか歌詞も好き。大阪の席って明日にも分かるの？早いね。そうね。ん？何？大阪何食べよう何食べようって。たこ焼き、もんじゃ焼き、お好み焼き。そんなことより君が好き。串カツか、いいね。串カツいいですね。ラーメンどこでも食べれるやん。そんなたこ焼き、そうなんや。全然私大阪ぜひ全部多分そんな時間ないと思うんですけど。私はみんなぜひいっぱい食べてね。いっぱい食べていっぱい楽しんでください。イカ焼きか、いいね。イカ焼き大きいね。毎度毎度毎度。でもさ、お土産買ったとてさ、誰にもあげる人いないんだよね。マジで家族くらいしかいないからさ、ちょっとね。いらないでしょ、家族も。だってお土産とかだから買わないんだよね、お土産。悲しいことにあげる人がいないんですよね。そう、この前ずんだシェイクを初めて飲めました。美味しかったです。
ずんだシェイク、なんかピーナッツみたいな味だった。ピーナッツクリームみたいな。皆さんもピーナッツが好きだったらぜひずんだシェイクを飲んでみてください。え、ピーナッツアレルギーの人か。ごめんなさい、そっちの考慮してなかった。ピーナッツアレルギーの人は飲まないでください。あ、違う、ごめんなさい。私マジで味覚おかしいから。枝豆らしい、枝豆。枝豆らしいので皆さんぜひずんだシェイクお願いしてね。え、聞いて、ほんまにさ、牛タンがさマジで美味しすぎてやばかった。なんか壺に入ってた牛タンなんですけど、マジで美味しすぎて、ほんとに、てか今何時、ほんまにね、もう壺に入って牛タンがマジで美味しかった。10時51分。みんな明日大丈夫？寝ないで大丈夫ですか？5時半起きはやばい。もうみんな寝ようね、本当に。壺はそのまま持ち帰ったの？あの、処分させていただきました。ごめんなさい。お仕事お疲れ、在宅勤務お疲れ、昼まで寝れる、よかったです。オリンピック、もうみんな寝てね。明日も学校とかさ、お仕事とかさ、大変だよね。確かに星屑テレパスもぜひ見てね。この後かありますので。4時半起きやばいね。 T シャツどこに売ってますか？これ非売品なんですよ、ごめんなさい。私マジで12時間ぐらい寝ないとほんまに生きていけない人間なんで、もうみんな寝ましょうね、マジで。よかった。みんなもね、暑いからさ体力も奪われるし。コスミンはよく夢を見るタイプ？え、全然見ないの。全然見ないタイプです。みんなもでもなんか見ない方がいいらしいけどね、熟睡してるみたいな。そうそうそう、レム睡眠とノンレム睡眠、そうね。そう、二度寝好き、好きよ、好きですよ。
ということで見て可愛くない、ハート、ハートじゃないわ、何これ、つあみ編み込みもしてもらって可愛いよね。そう、可愛くしてもらったの今日。こんな髪型めったにしないから、みんな目に焼き付いてけ、焼き付いと、焼き付けといてね。ということでランキング読みます。ほんまに何の時間、どうやって見るんだっけこれ。はい、13位の方から読みます。13位、こうちゃんさん、ありがとうございます。頑張ってね、明日も。そして12位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。そして11位、石広さん、ありがとうございます。そして10位、ストンコさん、ありがとうございます。そして9位、焼きそばさん、ありがとうございます。そして8位、ゆきおさん、ありがとうございます。7位、くらえさん、ございます。6位、かずみんさん、ありがとうございます。5位、ラッチさん、ありがとうございます。4位、なおさん、ありがとうございます。3位、大野たかふみさん、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。2位、荻原さん、この前公演見ました、久しぶりに見ました、ありがとうございます。1位、ゆうたさん、お仕事お疲れ様です、タワーもありがとうございました。なので私はゆうたさんにお仕事タワーあげます。ありがとうございました。なので今日はすごい急に何でしたっけ、ショールームしたんですけど、みんなありがとう、来てくれて嬉しかったです。いい夢見ろよ、いい夢見ろよ。なので明日も多分暑いと思うんですけど、頑張ろう、一緒に一緒に生きていこうね。激重、はい、終わらないっていうドキリしません。ごめんなさい、普通に終わります。これもうほんまにさ、なんか始めたらさ切るのほんまに嫌なんですよ、マジで。楽しいけど、なんかさ、こうあのさ、切った後の私の状況知ってる、みんな。
ほんまにさ虚無感やからね、マジで終わってしまったみたいな、本当に虚無なんですよ。同じか、じゃあ頑張ろう。はい、キョムミンです、ね、続けたらええやんってね。でも明日もね、早い人もあのねもういると思うんですけど、頑張ろう、ほんまに頑張ろう、頑張ろう、みんな熱いよってことで。バイバイ。またね、またします、いつか。なので大阪とか、あ、明日クリームなんたらさんに出ますので見てください。そして大阪とか劇場公演とかいっぱいあると思うので、またお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。